はい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 。今日はね、ロッテの種市投手がマジで凄すぎたよ。ああ、本当に、球速表示とかを見てたけど、マジで150キロずっと出してたからね。うん、だからそれぐらい気合入ってたと思うし、もう本当にね、昨日の大敗というかね、そういったところで絶対やり返してやろうっていう気持ちがすごく現れてたんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対、マリーンズの試合解説、徹底解説のほどをやっていきたいというふうに思っております。はい、まず結果なんですけども、4対3で、まあ惜しくも、ジャイアンツ敗れてしまいましたと。いうゲームになってますと。まあ、これ見て、もらったらわかるんですけども、まあ、4点、取られまして、で、まあ、9回裏にね、まあ、3点を返したっていうところで、やはり、0点とかで、明日ね、まだもう1試合あるわけですから、終わってしまうよりもですね、やっぱりまあ、勝てなかったですけどもね、非常に9回裏に3点取れたっていうところで、非常にね、明日に繋がる、まあ、いい負けとは、まあ、言わないですけども、まあ、非常にね、明日に繋がる、負けに、なったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。じゃあね、今日の試合の一言目も言わさせてください。こちらになります。ロッテの種市投手が、凄すぎた。敗戦しましたが、明日に繋がるというところでございますと。まあ今言わせてもらいましたけども、やはり種市投手ね、すごく球速表示もそうですし、あのピンチの時の投球ね、すごかったと思いますと。で、特に1巡目、2巡目ぐらいまではもうストレートの割合が 80% 以上あるんちゃうかっていうぐらいね、ストレートで押してって、で、3巡目、4巡目というふうなところで、最後の方になってくるとね、ちょっと変化球を踏まえながら、ピッチングをしてたっていうところで、まあ、バッテリーのね、佐藤選手とのコミュニケーションであったりとか、そういった配球というところも非常に素晴らしかったと思うんですけども、やはり今日の、まあ、ヒーローというか、今日、巨人が負けた理由というかね、ロッテが勝った理由は間違いなく、種市投手だなというふうに僕は思いますと。で、種市投手が8回で降板し、8回まで投げまして、9回はね、まあ、違うピッチャーが出てきてというところで、まあ、巨人ね、そこから、3点を取ったというところで、まあ、守護神のね、増田投手まで、引きずり下ろして、まあ、結局負けてはしまったんですけども、やはりね、守護神を出したっていうことも非常に価値だと思うし、非常にね、ロッテの方からしてもですね、簡単に勝たせてくれないなとか、すごくこう、明日の試合もね、やりにくさっていうのは残るかなというふうに思うので、非常にね、良かったんじゃないかなって、繋がるんじゃないかなというふうに思いますと。じゃあね、得点シーン、さらっと振り返っていきまして、僕が気になったところをね、今日すごく面白い試合でしたので、たくさんあるんですけども、できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。はい、まず、先制したのは、ロッテでした。はい、ここ、まあ、一発、ホームランになるんですけども、4回表ですね、ノーアウト、1、2塁からですね、外選手のホームランというところで、まあ、3点、取られてしまうと。まあね、まあ、堀田投手も、まあ、非常に粘りのピッチングをしてたんですけども、やはり2アウトからのフォアボールとかっていうところがね、ちょっとこう、なかなかこう、波に乗れない、原因になってしまったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。で、まあ、そこからゼロ続いていきまして、まあ、9回にもですね、2アウト2塁という場面で、佐藤選手ね、レフトに、左中間にですね、2ベース打ちましたと。で、まあ、昨日もね、レフト線に打ってますから、非常にね、そういう追っつけるというか、まあ、逆方向に打つのが非常に上手いバッターなのかな、というふうにね、思いました。で、最後9回裏ですね、これ、ワンアウト2、3塁から、出口選手とセカンドゴロで1点。で、2アウト3塁から、ここですよね、代打大城選手ね、ここは増田投手が出てきた場面なんですけども、2ストライクに追い込まれてですね、2ストライクノーボールから、非常に粘って、3塁線にね、打ったというところで、これは非常に価値のあるヒットだなというふうに思いました。で、2アウト1、2塁で、ヘルナンデス選手のね、これ、今日3本目かなっていうところの、センター前ヒットで、まあ、1点取りまして、3点取るも、あと1点届かずというところで、まあ、惜敗という形で、になっておりますと。
じゃあね、右側で、僕が気になったところであったりとか、プロの駆け引きとはこうだよとか、そういったところをね、できるだけわかりやすく、ロッテファンの方にも、見てもらえるようにね、ちょっとお話していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあね、僕が気になったところ、まず一つ目、一回表の、まあ、盗塁の場面っていうところなんですけども、まず、ロッテからしたらですね、やはり昨日大敗してるというところ。で、なんか試合前に、監督がですね、ロッテの監督、監督がですね、まあ、3点取れれば、種市だったらいけるんじゃないかっていうね、コメントをされたみたいなんですよね。だから、やはり、昨日せ、すごく大量得点取られてるんで、今日はね、序盤から動かしていこうっていう、意思があったんじゃないかなというふうに思います。で、ツーアウト一塁で、外選手の打席の時に、まあ、高部選手がね、一塁ランナーだったんですけども、ここでスチールを、やってくるんですよね。で、ワンエンドワンというカウントからスチールやってきましたと。で、カットボールだったと思うんです、おそらく。カットボールだったんですけども、岸田選手がね、まあ、盗塁王も取ってる選手ですからね、高部選手って。そこをしっかり二塁でさせたっていうのは、僕は非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で、2回裏ですね。次はジャイアンツの仕掛ける場面になってくるんですけども、ツーアウト10位で、まあ、伊豆口選手が、打席。まあ、結局この回点は入らなかったんですけども、ここの2球目の場面ですね、立岡さんがですね、一塁ランナーのね、立岡さんがシールをして、二塁を奪うというところで、まあ、結局この回、伊豆口選手がね、レフトフライで点は取れなかったんだけども、やはり、そういった形でね、今、立岡さんが非常にこう、ハッスルしてるというところで、まあ、得点圏に、まあ、こういったね、スチールという形で、遅れるっていうのは非常に攻撃のバリエーションも増えていきますし、まあ、結果的にレフトフライでしたけども、これでね、もしポテンヒットとか普通にヒット出たら、1点取れるわけですから、そういったところで形は作れてるなっていう、まあ、バント以外の形っていうのも非常にね、作れ始めてるんじゃないかなっていうふうにね、僕思っております。はい。で、次ですね、気になったところですね、4回表になります。はい、4回表。まあ、この回、点を取られてしまう、ジャイアンツが取られてしまう回にはなるんですけども、非常にね、ホームラン以外でも、いいプレーがありましたと。で、まあ、先頭のポランコ選手がライト前ヒットを打ちますと。まあ、これも、4球目かな ?4 球目の、ストレートの高めに外してるボールが少し低くなってね、ポランコ選手が打って、まあ、ライト前ヒットでランナー1塁。で、ノーアウト1塁で高部選手がね、このライト前ヒット。ここが僕大きかったと思いますと。で、前もお伝えしたと思うんですけども、堀田投手って、まあ、ストレートも非常にいいですけども、チェンジアップっていう球種が非常に僕はいいと思ってまして、で、チェンジアップ1球目いきますと。で、ストレート行って、で、チェンジアップ行ったんですよね。で、まあ、これの意図っていうのは、まあ、いろんな意図はあると思うんですけども、まあ、この場面で言うと、おそらく引っ掛けさして、ゴロを打たしてゲッツを取りたいっていう意図が僕はあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そこで、高部選手ね、引っ掛けてくれては、引っ掛けてくれたんですけども、それがね、しっかりライト前ヒットに抜けるというところで、まあ、その、チェンジアップも必ず頭には入ってると思いますからね。そこで、引っ掛けても1、2塁間抜けるような、打ち方というところをね、意識して、おそらくやってたと思うので、そういったところで非常に高度な技術だな、というふうに思いました。いいバッターっていうのはね、遅いボールでも引っ掛けて1、2塁間、速いボールが来たら、例えば、ショートの頭みたいな感じで、まあ、二段構えって、いわゆる二段構えみたいなところを、やったりする、バッターが多いんですけども、それがね、非常にね、うまくはまったっていうところですよね。で、ノーアウト1、2塁で、外選手のホームランに、ここの場面なんですけども、ここもですね、インサイドのストレート、ボール球行きまして、で、チェンジアップ、ファールボール。で、チェンジアップ、ボールになって、ツーボールワンストライクという形で、外にストレート行った時に、まあ、岸田選手は、アウトコース、低めに構えてたんですけども、少し球が浮いてね、アウトハイぐらいにやったんですよね。で、まあ外国人選手っていうのは日本人選手よりも、まあリーチ、腕の長さが、まあ長かったりとか、まあ長いバット、遠心力を使って、まあ遠くへ飛ばすっていうバッターが非常に多いですから、そういったところで、まあいわゆる手伸びゾーンって言ってね、手がこう打ちに行くときにこう伸びるんですよね。伸びるゾーンっていうのは遠心力がすごく働くんで、うまく当たればね、非常にね、逆方向にも伸びるっていう特徴があるんですよね。で、そこで、アウトコース低めに投げていればですね、また結果は変わってきたかもしれないんですけども、それが高くなってしまったんで、ね、非常にこの遠心力も使いながら、バットに乗せながら、逆方向に飛んでいくというところで、これがね、ホームランになってしまうというところ。うん。まあ、まあ、失投ではあるんですけども、
まあ非常にソト選手も、まあうまく打ったなっていうところはありました。まあやはり、外国人のパワーっていうのは、やっぱ舐めてはいけないというかね、さすがだなというふうに思いました。で、まあ、ここ書いてないんですけども、それね、ランナーなしになって、そこからしっかり3人、ノーアウト、ランナーなしからのスタートだったんですけども、そこから3人で切れたっていうのは、堀田投手、打たれたものの良かったところではあったと思います。で、ここですね、次、4回裏。まあ、点が取られて、ジャイアンツからすると、点3点取られましたと。まあ、一気に返していくのはちょっと厳しいかもしれないけども、しっかりランナーを貯めて返していきたいっていうところだと思いますと。で、そこでですね、この先頭岡本選手が、まあ、セカンドゴロを打ったんですけども、これね、小川選手がファインプレーするんですよね。こういったところってめちゃくちゃ、何気ない場面かもしれない、場面かもしれないんだけど、めちゃくちゃ大事で、やはりね、これでランナーが出て、また繋いで、1点でも返せたりしたら、非常にね、ロッテに行きかけた流れをまたジャイアンツに戻したりとか、そういったことできるんだけど、ここで先頭バッターの岡本選手をしっかりファインプレーで切れたっていうのは、がっちりね、自分のところ、ロッテの方に、流れがあるっていうところがね、証明かなというふうに思うので、非常にね、細かいところかもしれないけど、非常にこれはね、ナイスプレーだったなというふうに思います。で、次気になったところはね、5回裏ですね。はい、5回裏。ここは、ジャイアンツがチャンスで、打てなかったという場面なんですけども、ここですね、ジャイアンツ、まあ中継見てた人はもしかしたら分かってたかもしれないですけども、ここね、なかなか今まで、種市投手を打ち崩せてないっていうところで、ジャイアンツ打線がですね、エンジンを組んだんですよね。エンジンバーってこう、ベンチの前にこう、エンジンを組むんですよ、みんなで。で、大体、まあ打撃コーチとか、まあヘッドコーチとかが指示を飛ばすことが あるんですけども、まあまあどういった指示を出したかっていうのはちょっと僕にはわからないんですけども、まあやはり、相手のね、ロッテからするとですね、まあ不気味ですよね。やっぱりエンジンを組んで、やっぱこう作戦を練ってるというところで、不気味なんですよ。だから、なんか仕掛けてくるかもしれないっていうところは、ロッテのね、バッテリーとか、ところからしたらあったと思うんですよね。で、その中で、先頭の岸田選手が、レフト戦、というか、レフトのツーベース打ちまして、で、ノーアウト二塁で、伊豆口選手のライトフライ。で、こっからですよね、ワンアウト二塁で、ピンチヒッター秋広選手、空振り三振っていうところね、これまで、先ほども言いましたけども、谷石投手ね、ストレートでバンバン押してきてたんですよ。うん、マジでストレートがめちゃくちゃいいから。なんだけど、この場面でね、フォーク2球から、フォーク2球行って、ストレート行って、またフォーク2球行って三振なんですよね。で、代打って打つの難しいって言われるのって、やっぱこういうところなんですよ。どういうことかっていうと、やはり代打の選手って、今まで、この試合で、その投手がどういった風に投げてたとか、試合の流れっていうのを、呼んでね、打席に向かっていくんですよ。で、今日の種市投手だったら、先ほども言いましたように、まっすぐでバンバン押してきてたんですよね。うん、だから、ここに、ここのね、場面も、秋広選手は、やはり、代打ではね、そんな初球から甘い球来ないから、そんだけまっすぐを投げてきてるんだったら、初球というか、初球から、まっすぐが来たら、もう全部振りに行こうっていう形で待ってるわけですよ。一打席勝負なんでね、そんなこう、球を選んで選んでしてる場合は、ないので、そういったところで打席に向かっていくんですよ。なんだけど、やっぱりね、そこをね、ロッテバッテリーっていうの分かってるから、今までストレートで、やってきたっていうの分かってるから、だからフォークで2球入ってるんですよ。フォーク2球で入って、で、変化球ばっかり言ってたら変化球にも合わせてくるんで、1球ストレート見して、で、もう1回フォーク2球いって3セット取ってるんですよね。だから、代打打つの難しいとか、そういったところはあるんですよね。で、この2アウト2塁でも丸さん三振するんですけども、ここもストレート行って、で、フォーク2球行って、変化球、先ほどの秋色にも変化球多かったから、変化球の、最後変化球来るんちゃうかって思わしといて、最後まっすぐ、ドーン！そらきついよ、150キロのまっすぐね。しっかり決められたら、なかなか打てないって。うん。だからこれは、投げ切ったね。種市投手もそうですし、配球をね、考えてる佐藤選手のですね、素晴らしい、コンビネーションだったな、というふうに思います。で、まあ、ここに、ちょっと書いてないんですけども、6回もでもね、いい場面というかありましたと。で、この回から、ピッチャーね、赤星投手に変わっておりまして、で、先頭のね、ポランコ選手、セカンドゴロを打ったんですけど、これね、ポランコ選手が非常に引っ張りのバッターであるというところで、セカンドの吉川選手が、まあ、もう、1、2塁間に守ってたんですよ。で、
ちょうどそこに飛ばすっていう、飛ばしてセカンドゴロになったんで、これはね、非常にね、シフト勝ちというか、予測してね、守備を動かしてた、おかげでね、ヒットを一本ね、不正なんでね、非常に良かったなというふうに思います。で、ましてやね、ピッチャー変わって、先頭バッターやっぱり抑えていきたいというところがあるんで、そこでね、こういう場面というか、セカンドゴロでアウト取れたっていうのは非常に大きかったなというふうに思います。で、次ですね、これ6回裏ですね、僕気になったのね。はい、ここも、まあ、場面で言うと、ジャイアンツがね、打てなかったという場面なんですけども、ここですよね、先頭ヘルナンデスが、レフト前ヒット出まして、ノーアウト1塁で吉川選手がフォアボールね。で、ここなんですよね、ノーアウト1、2塁ね。絶好のチャンス、3点差で。絶好のチャンスなんですけど、岡本選手が見逃し三振するんですよね。やはりここもね、うまいこと配球してるのよ。まあ、投げ切ったのももちろんすごいんだけど、はい、うまいこと配球しました。まずフォークボールでボール。で、もう一球フォーク行って、空振り。で、ワンワンね。で、ストレート行って、ファールボール。ワンボールツーストライク。で、フォーク行きました、ボール。で、ストレート行きました、ボールと。で、この前の、今言った最後のストレートが、インサイド構えだったんだけど、低めにめっちゃ引っかかったんですよね。ワンバンにはなってないんだけど、引っかかったんですよ。で、ストレートで引っかかるって、あんまり珍しいことなんですよ。どっちかというと、吹けるっていうか、高めに浮くことは結構あるんだけど、ストレートをまっすぐの低め、ワンバンになりそうなボールを投げるっていうのは、あんまりピッチャーとしてはないんですよ。で、おそらく岡本選手も、多分、このまっすぐだったらもう、フォーク来るやろって、多分、おそらくちょっと思ったはずなんですよ。うん、コントロールが悪いから。なんだけど、最後ね、それを逆手に取ってじゃないけど、インサイド、まっすぐもう一丁、ダーン行くんですよ。で、それでもう全く手が出ずに、インサイドのまっすぐね、スリビタビタのとこに行って、岡本選手、見逃し三振。まあ、これは、完璧に待ってないというか、今日の種市投手のボールからすると、多分、ツーストライク後でもある程度張った状態じゃないと打てないんですよね。で、それで岡本選手は前のボールがこんだけ引っかかってたから、おそらく外かフォークだろうっていうふうに思って張ってたと思うんですけど、もう全く待ってないインサイドのまっすぐが来て、ビタビタのとこ来たんで、もうごめんなさいという形でね、三振というところで、まあ打ってほしいとは思うんだけど、もうこれはね、さすがにね、ちょっと難しいかなっていうふうに思いました。だから、2球目のフォークとか、そうですね、ストレートファール打ってますけども、このところで、なんとか前に飛ばしたかったっていうのがね、正直なとこかなというふうに思いますと。で、坂本選手が、サードゴロ。で、ツーアウト1、3塁で立岡さんも見逃す、空振り三振するんですけども、これは逆に、立岡さんとかっていうのは頭、すごく切れるから、まあ、これまでのね、配球とか見てるわけですよ。で、ちょっと変化球多くなってきてるなって絶対感じてるわけですよ。で、そこを逆手にとって、まっすぐ3球いって空振り三振っていうところで、もうこれはね、してやられたというか、もう非常にね、僕も、もう変化球で、低めのフォークとかちょこんって当ててヒット打ってくれと思ったんだけど、逆にもう小細工させないというか、そこをね、もう裏をかいて全部まっすぐドーンドーンドーンいって、空振り三振。もうこれはね、ちょっとね、素晴らしすぎました。相手のね、バッテリーが。はい。はい。で、まあ、ここ書いてないんですけども、7回表もね、ちょっと気になったところありまして、気になったところは非常に良かったところなんですけど、まあ、赤星投手がね、先頭のね、佐藤選手を、まあ、ピッチャーゴロに打ち取ったんだけど、これも、スリーツーから非常に粘られたんだけど、フォアボールを出さなかったっていうのは非常に大きかったですよね。で、ワンアウト一塁から小川選手のゲッツー、まあ、セカンドゴロゲッツーなんだけど、これも吉川選手がね、取って一人で踏んで投げてっていうところで、まあ、すごい、プレーというところで、きっちりこの回0点で抑えたっていうのも非常に大きかったと思います。で、ここにもまだ書いてないんですけども、8回裏ね、ツーアウト一塁。で、まあ、ワイルドピッチがありまして、2アウト2塁という場面で、岡本選手の空振り三振。ここも、まあ、先ほどインサイドでね、見逃し三振してるんで、インサイドを意識させながらね、意識、してる状態で、外のスライダーっていうね、さっきの打席で1球も投げてないスライダーを、2球投げて最後連投して、空振り三振、腰が引けたような感じでね、三振したんで、もうこれも、もう完璧に裏行かれてるというか、非常にうまく配球されたなっていうところはありますと。で、9回表ですね、まあ、先ほど言ったように、2アウト2塁から佐藤選手に、レフトにね、左中間に2塁打たれたと。まあ、これ非常に、今まで泉投手がね、非常にこう、ずっと0点で抑えてきてて、まあ、初めての今日失点になるんですけども、
やはりこの佐藤選手ね、昨日からね、逆方向にうまいこと打ってるっていうところがあるので、まあ明日はですね、それをさせないという形でね、攻めていってほしいなというふうに思っておりますと。で、最後ですね、9回裏です。はい、ここを非常にいい追い上げ、ジャイアンツがいい追い上げをしたところなんですけども、やはり、4点差か。4点差になって、増田投手が、回の頭から出てこなかった。まあ、4点差あるんでね。出てこなかったっていうのが非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、はじめ横山投手がね、出てきたんですよ。で、坂本選手が、これ、落合選手の記録を抜く、ライト前ヒット。で、立岡さんがサードゴロ。これもね、3-2まで行って12球も粘って、サードゴロ。で、岸田選手がレフト前ヒット。で、伊豆口選手の打席の時にワイルドピッチ4球目にあって、で、2、3塁になって、きっちり1点を取っておこうというところで、野手は後ろにいるんで、最低限の内野ゴロというところで1点。で、ここですよね。1点取られたんで、まあ、3点差になったんで、増田選手出しましょうというところで、こちらも代打出しますというところで、大城選手ね。これも、2ストライクからですね、3ボール2ストライクまで持ってって、でね、ちょっと短く持ちながら、非常にね、コンパクトなスイングで、三塁線を抜いていったってところで、非常にね、打撃もあまりまだ調子は上がってないかもしれないけども、このヒットっていうのはね、大城さんにとっても、チームにとっても非常に大きかったと思います。非常にナイスバッティングでした。で、ツーアウト二塁で丸選手がフォアボール。で、ここですよね、ツーアウト一塁でヘルナンデス選手ね。ここで、まあ、結局最後スライダーをヒット打つんですけども、センター前に打つんですけど、それまでにね、増田投手がですね、サインを見ながら、こう、ちょっとこう、プレートを外してね、ちょっとこう、なんて言うんだろう。キャッチャーとこう、なんて言うんだろう。迷ってる感じが2回あったんですよ。で、それって、そんだけヘルナンデス選手が今、すごく、なんか、打ってるってことだと思うし、頭を使ってやってるんで、増田投手もね、それを敏感に感じ取って、ちょっとサインをね、嫌ったりとか、間を嫌ったりっていうところがあったんで、大体ですけど、そういう、なんか相手が、間を嫌って、プレートを外したりとか、例えばこう、牽制球でわざとこう、ちょっとこう、間を変えたりするときって、大体、打者がピッチャーを飲み込んでる状態にあるんですよ。で、まあそういった時って、大体バッターって打つんですけども、まあ僕の主観的な意見かもしれないけど、大体そういう時って、僕もキャッチャーやってましたけども、大体こうサインが決まらなかったりとか、なんかそういうピッチャーが投げるのを嫌がってるような感じの時って、なんかこう打たれることがすごく多いんですよ。で、この場面もまさにね、増田投手が非常に嫌がってたなっていう、うん、間を嫌ってたなって感じがあったんで、僕それ見ながらね、ああ、多分打ちそうやなって思ってて、実際に打ってくれたっていうところがあるんで、それぐらいね、ヘルナンデス選手ね、非常に、まっすぐに対しても、スライダーに対しても、変化球に対してもですね、非常にいい対応ができているっていうところで、頼もしいなというふうに思います。で、最後まあ、ツーアウト1、2塁でね、まあ、吉川選手が、レフトフライに倒れましたけども、まあ、これをね、これが打てなくて攻められるっていうのは、間違いなく、ないので、あれなんですけども、まあ、ちょっと一言言うとするならば、3球目かな ?3 球目のストレートのボールをですね、ちょっとこう、中途半端なスイングでファールを打っちゃったんですよね。それがやはり、先ほど言ったように、まあ、ピッチャーが間を嫌ってると同じように、バッターが、ちょっと狙い球を絞れずに、ちょっと中途半端なスイングをしたりとかして、ファールになった時って、大体、さっきと同じで、打てないんですよ。うん。やっぱり迷ってたりとか、なんか不安に思ってる時って、ピッチャーだったら打たれることが多いし、バッターでも打ち取られることが多くなるんで、まあね、これはね、吉川選手、まあ非常にまあ頭を使っていろいろ、配球をね、読んでたと思うんですけども、そこはね、これからね、しないようにというか、思い切りよく、スイングをかけていってほしいなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ今日、4対3というところ、まあ惜しい負けではあったんですけども、まあ非常に、まあ、種市投手からは点数は取れなかったですけども、さすがにいいピッチングされてたなっていうのはありますと。でもまあ、大体ね、プロ野球っていうのはリーグ戦で、大体カードの頭っていいピッチャーが出てきたりとかするじゃないですか。で、打率3割以上打つバッターでも、やはりエース級のピッチャーからポン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 打てるわけではないので、やはり少し落ちたピッチャーとか、
ちょっとこう、なんて言うんだろう。2000球のピッチャーの時に、こう、ちょっと固め打ちしたりして、1000球のピッチャーの時はヒット1本出たらいいかなっていう形でやってたりするんで、そういった意味もあってですね、まあ今日、種市投手が非常にいいピッチングしてて、そこからは点取れなかったけども、まあ横山投手とかね、まあ守護神の増田投手から、まあ落ち、2000球のピッチャーって言ってるわけではないんですけども、そういう、調子のいいピッチャーからはなかなか点が取るのは難しいから、ちょっとね、調子が普通のピッチャーとか、調子が悪いピッチャーから取っていくことによって、まあ全体的に、まあ点数が取れるようになっていくというところだと思うのでね。そういったところで明日の試合もね、まあ一勝一敗というところで、カードをね、勝ち越し、決めてほしいなというふうに思っておりますので、明日も応援していきたいと思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。